おはようございます。通学のお供に朝から古文単語、本日はここらそこらを紹介します。この単語はミスが多いんです。どうしても現代語っぽいこの辺その辺という訳をつい持っていってしまうんですが、意味は一つ、たくさんと訳します。気をつけましょう。たくさんといえば古文単語で数多が非常に有名ですね。有名すぎて出題率が低いんです。つまり問題にされるときはここらそこらを警戒してください。ちなみに奈良時代以前の上代文学ではここだなんて言葉で登場してくる場合もあるんですね。ここら罵りつる男なんていう例文があったときに、ここら辺で罵り合っている男たちなんて訳したら最悪ですよね。しっかりと大騒ぎしている大勢の男たちなんて現代語訳が作れるとバッチリ古文読解できるのではないでしょうか。重要な単語でした。ぜひ復習してください。ということで今日も一日頑張ってください。いってらっしゃい。